答えは自分の中にある。人にとっての努力が自分にとっては努力じゃなくなる。それを見つけるのがあなたにとっての楽して稼ぐ第一歩です。もう誰しも必ずあります。どうも翔太です。これまで会社を10社作った連続業界です。さあ今回の質問なんですけれども、できるだけ楽して儲けられる起業の方法はありますか？ありません。以上です。ありがとうございましたって思ったんですけど、意外と深い質問だなと思ったので、すいません戻ってきちゃいました。はい、この質問が仮にですね、誰でも簡単に儲けられる事業ありますか？だったら、そのもんねえよっていう話なんですけど、まあ、こう考えてみたらいいんじゃないかっていうことをお話したいと思います。それは他の人が嫌だと感じることでも、あなたにとって嫌じゃない、苦にならないことを見つけたらどうですかっていうお話です。まあ人にとっては大変だと思うことが、自分はそうじゃない、むしろ楽だっていうことを見つけるのが、まあ起業に限らず、まあ仕事でも人生でも、まあ、むちゃくちゃ大事なコツだと思ってるんですね。まあ、答えは自分の中にある。まあそれを見つけるきっかけの動画にしてほしいなと思ってお話してます。まあ、よくね、得意なこととか好きなことを聞かれると思うんですけど、それってあくまで自分主体で人と比べてないじゃないですか。野球が好きとかサッカーが好きとかいろいろあると思うんですけど、本当に他者との比較でもう上位 1% ぐらいのレベルの好きとか得意なのかっていうね。で、この他人が苦にすることを自分が苦にしないっていうところのポイントは、周囲の人と比べて自分が特に苦じゃない、辛く思わないっていうところにあるんです。もう誰しも必ずあります。まだ気づいてないだけかもしれないです。まあ嫌なことだったり苦手なことっていうのはとにかく続かない、継続に負荷がかかるじゃないですか。でも自分にとって何の苦もなく、それこそもう息を吸うようにできること、それを見つけたとしたら、人にとっての努力が自分にとっては努力じゃなくなるっていうことなんですよ。これむちゃくちゃでかいんですよね。そうすると成長しやすくなる、勝ちやすくなる。それを見つけるのがあなたにとっての楽して稼ぐ第一歩です。で、やっぱり誰でも楽して稼げるみたいな話っていうのは、もう本当に一瞬の、なんて言うんですかね、変化の歪みみたいのがあって、瞬間的にそういう状態が発生することはあるかもしれないんですけど、そんなのってもうほんとすぐなくなっちゃうんですよ。まあだからなんかズバッとこれやりましょうみたいな、今 NFT 熱いよみたいな話が、まあできなくて、なんだよ、稼ぎ方教えてくれよってこう思った方もいるかもしれないんですけど、だって今ないんですもん、そんなの。まあそういう方がね、動画伸びるかもしれないんですけど、僕はなんかそういうのってちょっとこう、無責任だなって思っちゃうので、まあそういうことは言わないようにしてます。はい。で、これちょうど昨日の話なんですけど、ある起業している人の事業相談に乗ってたんですね。その人は筋肉ムッキムキなんですよ。筋トレ大好きマンで。で、最初好きなことを事業にしようと思って、筋トレユーザー向けの食の事業、お弁当とか始めたらしいんですね。ただ、まあそれがうまくいかなかったと。それでピボットして、今は EC の、e コマースの支援の事業をやっていて、まあそれすごく楽しくて手応えもある。まあ、そんな話をしたんですね。で、その時に僕が話したのが、自分はもう筋トレが死ぬほど嫌いですっていう、もう全然続かないですっていう話で、それをあなたが続けられるっていうのは、単純に筋トレ好きっていうことなんじゃなくて、日々進歩を感じられることだったら、コツコツ続けられる、そういう特性を持ってるんじゃないですかっていう話をしたんですよ。だから筋トレが好きだから筋トレ職みたいな事業の選び方、安直な感じじゃなくて、筋トレ好きっていうことはそれを掘り下げていくと、まあ、さっき言ったように成果がすぐに現れることを地道に改善していける。そういう事業が向いてますよね。それって今の EC の運用改善事業、まさにそのものですね。だから今楽しくて手応えを持ってるんじゃないですかっていう話をしたんですよ。そしたらその人は、おーって自分のモヤモヤを言語化してくれて、ありがとうございますっていう反応してくれたんですね。少しだけ話それますけど、好きなことでまあ起業するのもまあいいんですけど、僕は以前の動画でも言ってるように、その市場の変化が起こったタイミングで勝負するのがやっぱり勝ちやすいと思ってるんですね。まず市場ありきで、その上で勝負をしていくために、自分のそういった特性を活かせる攻め方をする。ポジションを見つける。こういう考え方が大事なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、今回の例で言えば、EC 支援事業っていうのは自分の特性、コツコツ続けられるよとか、改善していくのが好きだっていうことを活かした形の攻め方。それが
運用支援、そういうドメインで勝負しますっていう話なんじゃないかなと思うんですね。はい、僕自身で言うと、一人で延々と考えていられるっていう特性があります。全然すごそうに聞こえないんですけど、まあ、だから企業のアイデアとかをもう一人でずっと考えてられるんですよ。でも、人に会わないともう気が狂いそうだとか、寂しいっていう人もやっぱりいっぱいいるじゃないですか。それで全く思わないんですよね。まあ、アイデアを出すのが好きかって言われたら、まあ、苦じゃないかなっていうぐらいのレベルなんですけど、まあ、そんな感じです。でもそれが今の自分の武器になってるなっていうのはやっぱり思います。知識とかセンスっていうよりも、苦じゃないので時間をとにかくかけられるっていう、努力してるっていう感じがしない。で、まあ、この話は本当にさっきも言いましたけど、企業に限らず、まあ、ビジネス、もっと言うと人生においてめちゃくちゃ大事な考え方だなと思ってるんですね。なので皆さんにとって他人があんなに嫌がってるのに全然自分嫌じゃないなって思うことをぜひ、見つけていただきたいなと思います。それでは。